高立駅は、広島県秋高方市高田町、高田県にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。旧、高田町の代表駅でその中心部も近く、快速、三好ライナーが停車する。急行列車が運転されていた時期は、急行列車も停車していた。駅名は東駅から江の川を渡った場所にある旧、高立村に由来しており、東駅の所在地自体は、旧、 小田村である。当駅所在地の旧町名の、高田は、公立町と、小田村が1956年に合併した際に、双方から一文字ずつ取って付けられたものである。なお、公立は、歴史的仮名遣いで記すと、か二たで、変わりずに通じる。芸美鉄道の布設にあたっては、高田軍の要所である、吉田町と公立村が熱心に誘致活動を、 行ったが、地理的事情からそれらの場所を通ることは困難であり、鉄道は小田村内に付設されることとなった。その代わりとして、小田村内に設置された二つの駅はそれぞれ、吉田口、公立と小田村に由来しない駅名が付けられることになったという、島式ホーム一面二線を持つ列車の行き違いが可能な地上駅である。駅舎は線路西側にあり、 インフォメーションセンター公迎館との合築で1996年春行のものである。そこからホームへは古戦郷で連絡している。広島駅が管理し、秋田方市が受託する簡易宅駅。実際の業務は市の指定管理者が公迎館の施設管理を含めて行っている。1階に出札窓口があり、朝から午後にかけて駅舎内にて、 コス端末による発見を行っている。山陽新幹線の指定席特急券は、料金補充券により発券を行っている。駅スタンプは、高林某、合流場し、観光な支援のある駅。1日平均の乗車人員は、以下の通り。ありがとうございます。